はい、おはようございます。 NPO 法人札幌カラス研究会中村です。昨日もちょっとですねライブ配信お試しでやってみて、今またちょっと、これも練習だと思っていただければ、今私ボソさんを尾行してます。このボソさんね、お子ちゃまボソさんですよ。なんとか冬を乗り越えてくれたねって感じで、でこう雪も溶けたしね、こういうなんだろう、ここすすきのですけど、すすきののビルの中通りとかって結構こう食べ物が落ちてたりします。それはね、嘔吐物も含みなんですけども、そういうのをね、こうやってボソさんとかブト君がね、もう本当に暗いうちから来てますよね。綺麗にしてくれてますね。みんなこういうね、なんかカラスのね、見えない努力というか役に立つことが皆さんあまり分かっていないのでね、もう繁殖始まってるから、ヤレスを取れとかひな殺せとかね、なんかそういう物騒なこと、やっぱりなんでしょうね、その殺すっていう言葉をなんか堂々と使っちゃうっていうのはなんかあんまり気分良くないですよね。結果いろいろ行政でね、有害鳥獣とかでいろんな鳥とか動物殺してるんですけど、だからといってそのね、殺すっていう言葉をですね、こうなんだろう、堂々と出してしまうっていうのはあまりよろしくないのかななんて思ってます。これ多分皆さん取り方とか考え方があるんでしょうけど、私はあまり好きじゃないですね。結果殺してるんですよ、いろいろ有害鳥獣でいろいろ結果殺してるんだけども、それをなんかこう殺処分事業とかね、なんかそういう表現ってすごく嫌ですよね。やっぱりね、有害鳥獣であっても生き物ですからね、何でも殺しちゃいってもんじゃないんで、やはり行政役所がですね、殺すとかっていうそういう言葉を堂々と出されちゃうと、ちょっとなんかイメージが悪いですよね。他方面では一生懸命こうね、野生動物を守ろうとか、生物多様性とかね、動物、犬とか猫なんかもそうですけどね、いろいろペットなんちゃらってあるんですけど、なんかねやっぱりみんなね、うまく共存できるのが理想ですけど、なかなかそうはいきませんね。なんですが、やっぱりその身近にいる生き物とかね、そういうものはね、やっぱりもう共存したくないって言っても、実際もうカラスとかスズメ、ハト、あとマガモもそうですけどね、都会にいるともう離れて暮らせないですよね。いやでももう共存してるんですよ。それを人間がどういうふうに対応するかですよね。嫌いだからっていなくなってもいいってもんではありません。行ってしまいました。ちょっとですね、もう誰もいなくなってしまったのでどうしようかな。今歩いてます。あまり綺麗な中通りではないんですけどね、やっと雪も溶けてって感じで、そんなわけでまたどこかでライブ配信ができたらと思います。見てくれてる方いらっしゃるようですね今回ちゃんとうまくいくかどうかなんですけど、なんか YouTube にもダウンロードできると昨日ちょっと知り合いに教えてもらったので、それでやってみようかなと思ってます。それではまた。